るさ。会いたかった。皿洗いですか？すみません。黙っていたお仕事をサボ、休んでしまったら宮お母さんに叱られてしまって罰として。僕完全にとばっちりじゃないですか。ごめんなさいベルさん、よろしくお願いします。